バスケットボール全国高校選手権北海道予選第1日男子2回戦駒台苫小牧1号3から40室蘭栄10日小樽市総合体育館ほか男女12回戦が行われ8強が決まった男子で3年ぶり V を目指す駒台苫小牧が初戦2回戦で室蘭栄に1 5 3対40で大勝人気バスケットンが スラムダンクの作者、井上武彦さん、56、お父に持つ SG 井上義久に主将、3年、が奮闘し、8強進出に貢献した。また同2回戦で、8年ぶりのウインターカップ、WC、出場を目指す札幌校が、2連覇中の白樺学園を71対58で破り、8強入りを決めた。11日は男女ブロック代表決定戦と、 4強よによる決勝リーグ初戦が行われる。父親譲りのバスケットへの情熱で、最後の WC にかけている。多くのバスケ選手同様、小さい頃から父のスラムダンクを愛読してきた駒台苫小牧、井上。漫画のキャラクターの泥臭く最後まで諦めない姿勢に勇気づけられた。自分もシュートが入らなくても、 ディフェンス、ルーズボールで体を張り勢いをもたらすプレーを心がけています。この日は第2球途中からコートに立ち、主将として激しい守りを体現。得点は3ピース1本に終わったが、果敢にシュートも狙った。スラム、で推しのキャラクターは、小北高のシックスマンとして活躍する、メガネくんこと小暮公信。自分も小暮のように、 ベンチからも仲間を激励し、盛り上げることを意識しています。身長も自身、177センチ、に近い小暮、178センチ、を目標としている。東京都出身、バスケットを始めたのは小学2年、双子の兄で現在米国にバスケット留学している大道、博道さんの影響だ。自身は、中学卒業後に、 泥臭く粘り強いコマトマのバスケットに憧れて、北の大地に渡った。兄とは定期的に連絡を取って情報交換し、励まし合ってきた。今回、北海道で開催された高校総体では1回戦で未来降下。沖縄、272対90で敗退。井上も無得点に終わった。以後、スリーピース強化に力を入れ、1日300本の打ち込みを続けてきた。 父からも自分の持ち味を出し切ってほしいと激励を受けているというこの日は2 0 3センチの新留学生も活躍し大勝自分は守りとスリーピースで優勝に貢献し全国大会で成長した姿を父にも見せたいと決意を口にした小林誠隆札幌校王者の男子3連覇を阻止強豪白樺学園に快勝し 初優勝した15年以来の WC 出場へ弾みをつけた。6月の全道高校では4強入りも決勝リーグ4位で総体出場を逃した。決勝リーグ2戦目で左足故障で離脱した1 9 0センチの湯浅誠弘2年が夏の悔しさを晴らしたかった、と10得点、18リバウンドの活躍。中川俊之 HC、43。 は帯広高校出身で白樺の宮下正和 HC44 も同校の一つ先輩中川 HC は白樺さんのふんまで勝ち上がり全国出場を決めたいと気合を入れた